バンバン研究所あつとちおちです。なっちゃんです。はい、というわけでですね、なっちゃん今回僕らまた2人で撮影なんだけど、はい、前回スライム作ったよね、うん、他にしたいことあるかな。おっきいものが食べたい。おっきいものが食べたい、うん、でもこの前肉とか食べたじゃん。甘いものがいい。甘いものがいい、うん、じゃあなっちゃん甘いもの何が好きなの。いちご。いちごか。いや他にはじゃあ、うん、ふわふわしたものがいい。ふわふわしたもの、ふわふわしたものなんだろうな。わたあめとかかな。あ、パンケーキ。パンケーキ食べたい。あ、じゃあ今日は巨大パンケーキ作ろうか。やったー。よし、じゃあ今回は巨大パンケーキ作って食べます。それでは材料はこちら。ホットケーキミックス、卵、牛乳、以上です。 OK、 じゃあそれではパンケーキ作っていこうか。うん。じゃあまずはホットケーキミックスを投入。投入 200g 投入しまーす。よっ。お、早いね。大丈夫かな。オッケー。じゃあ牛乳を 150ml 入れます。 150ml 入れます。混ぜて混ぜて。はい、こんなもん。そうだね。ダマがなくなったら、うん、OK でございます。 OK。 じゃあこれを、なっちゃん大量に作っていこう。はい。はい、というわけで大量に作ったものがこちらです。どどーん。いっぱい。これで5枚ぐらい作れたらいいね。5枚作りたいね。 OK、 じゃあ早速1枚目作っていこうか。はい。今回は火を通すために弱火で、超弱火でいこう。フライパンが温まったら、はい、バターを投入します。投入しましょう。バターを広げていきます。はい、よし、いきます。はい。あー、うわー、いやー、バターうまそうだね、これ ね。いい匂いがすごい。あ、やばいね、バターの。はい、あとは弱火で温めながら様子を見ていきます。見ていきましょう。はい。ねえ、見てよっち。なになに。いい感じになってきた。お、ほんとだ。うわ、ほんとだ。すごい浮かんでんじゃん。周りが乾いてきたら、うん、いい感じらしい。なちゃん、これさ、うん、どうやってひっくり返す、これどうする。よっちがね、はい、最終兵器を持ってきてくれた。ね、このお皿に、移したいと思います。よし、いける。移すじゃん、うん、移して、で、そのままさってやる感じ。あれ、手がどうなるんだこれ。あれ、手がどうなるんだ。手が、あれ、手が、あれ、こうやって一回乗せるじゃん、うん、乗せた。で、このままだ。よし。お、うわ、え、怖い。緊張の瞬間。ちょっと待って、いくぞ、せーの、ほっ、お、いくよ、うん、ゴー。うわあ。ちょっと焦げてる。うわ、いいね。で、そのまま、あ、めちゃめちゃ、あ、あ、いや、まあ、あ、ま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 あ、はい、はい、はい、おかえりなさーい。はい、はい、おかえりなさーい。めちゃ続いてるけど。いい感じ。あ、いい感じ。あ、よかった、よかった、よかった。あ、これを繰り返していこう。うん、1枚目できたー。あー、ちょっとあそこがなんか、あー、せーの、どう。あ、いいじゃん、ほら見て。あー、綺麗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 。いい感じでございます。あ、うまそう、うまそう。あー、綺麗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 。いい感じでございます。あ、うまそう。で、ここにどん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 積み重ねていくって感じですね、うん、ブラックラーメンが食べたいです。あー、パパ、今日は何を作るの。今日はね、でっかいホットケーキを作ってる。うわー、でっかいホットケーキ。なっちゃんがね、大好きって言ってたからね、うん、パパ頑張ってるんだよ今。ホットケーキとパンケーキの違いって何。ホットケーキきっとパンケーキの違い、うん、それはパンケーキとホットケーキの違い。はい。パンケーキのパンは、うん、フライパンなど底が平らで取っ手のついた鍋のことで、パンケーキはフライパンなどで焼いたケーキの総称。あ、2枚目完成。完成。よっ、せーの、よっ、おーしゃー。じゃんじゃん焼いていきます。じゃんじゃん行こうか。あ、いけるかな。あ、いける、いける。なんかすごいオムレツみたい。あー、ね、すごいオムレツみたい。最初からこうしとけばよかった。3、2、1、パフ。おー、きれい。あ、ちょっと待って、俺いけるよ多分これ。行こうじゃ。皿なしでいけるよ多分これ。え、行くよ、じゃあこれ、はい、4枚目。はい。できた。すごい。お、
職人になったかもしれない、もう。はい、はい、OK、4枚目完成。完成しました。はい、おお、綺麗。そんな緊張する。いきます。はい、せーの。あー、できたできた。5枚目完成しました。完成。じゃあそれを乗せていこうか。はい、はい、いいよ。すごいね。素晴らしい。よよ、卵、卵1個余ってたんで卵焼き作りたいんだよね。うん、よし、じゃあよ。はい、卵投入します。はい、おー、綺麗。出します。はい、ほら、美味しそうじゃん。なっちゃん作、目玉焼きです。はちみつを注入。オッケー、たっけ、これ。わー、すごい。さあ、じゃあこっからフルーツがね、あるから、どん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 こいつをデコって美味しくしていきましょう。はい、なにこれ、なにこれ、できた、もう。うわぁ、もうお好み焼きや。どう、シュッドーン。ということで、巨大パンケーキ完成。パウ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 、深いね、これ。最高。ちょっと早速ね、食べていきましょうか。食べる、果物食べたい。パンケーキの前に果物食べるか。いただきます。いきます。うん、美味しいね。全然見せないやつだから美味しいね。ここだよね、問題は。うん、ちょっと食べてみるね。うん、どう。あれ、うまいかもしれない。あれ、うまいかもしれない。あれ、いや、もうそればっかダメ。じゃ食べてみて。俺二段目好きかも、味。あれ、ほら、二段目がいいアクセントになってるんだよ。なるほどね。いただきます。お好み焼きみたいな。おいしい。おいしいんだ。よし、じゃあ四段目。ひたすら甘いね、さ。うん、うん、でお腹いっぱいとか言うんだよ。全然食べてないじゃん。全然食べてないよ。違う違う、なんか一気にさ、こう、うん、ガツンときたら、うん、ゾーン。もうゾーンがすごい。卵、あ、めっちゃ半熟。うん、いただきます。うん、最高。最高。うん、うん、最高じゃない。美味しいね。俺一番好き、ここ。ほら。はい、というわけで巨大パンケーキ作ってきたんですけれども、はい、どうでしたか。最高にね、ビッグでね、はい、ふわふわでね、甘いし、しょっぱいし、うん、美味しかった。あ、美味しかった、うん、いや、どの段が一番美味しかった。2。いや、2か、やっぱり。でも卵が良かった。いや、すごい、ほんと美味しい。卵様だよ。卵様だね。はい、というわけでですね、皆さんもちょっとパンケーキの中にね、卵と、あとソースとマヨネーズかけてみてください。お好み焼きの味がします。美味しかったよ。じゃあ皆さんもぜひ真似してみてください。はい、それではこの動画面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。またね。チャンネル登録はこちらから。僕たちに実験検証してほしいことを募集中です。オファー下の概要欄。